小さなお子さんが踊ったりとか歌ったりしてる動画を上げてくださってる方がいらっしゃるんですね。逆にこっちが元気をもらうというか、お疲れ生です。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは皆様に一言ずつご挨拶からお願いします。松下さん、お願いします。はい、本日はお足元悪い中、こんなにたくさん集まっていただきありがとうございます。この度朝日生ビールのマルエフ、新しい CM に出演させていただくことになりました。僕自身も本当にこのビール、普段から飲んでいましたので、こういったお話いただいて本当に嬉しいです。今日は短い時間ですけども、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。吉根京子と申します。本日ありがとうございます。マルエフの良さをお伝えできるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、松下さんの CM の中で元気を出して口ずさんでいらっしゃいましたけれども、はい、普段シンガーソングライター表現者としてたくさんの方にこう元気や感動を与えていらっしゃる立場だと思います。逆に松下さんが、はい、こう元気を与えてもらったななんていう出来事は最近ありますか？そうですね、僕は音楽もやらせていただいていて、自分でこうリリースしたりとかすることもあるんですけれども、はい、例えばこう SNS とかでたまにこう僕が作った音楽を流しながら小さなお子さんが踊ったりとか歌ったりしてる動画を上げてくださってる方がいらっしゃるんですね。そういうのを見ると逆にこっちが元気をもらうというか、すごいこう楽しそうに歌ったり踊ったりしているお子さんや、例えばご夫婦で踊ってらっしゃる動画を見つけた時があって、そういう時はあ、なんかこっちがこう元気をお届けするできたらなと思って作った曲で、逆にいただくものもたくさんあったので、そういう瞬間はすごい嬉しいですね。マルエフの CM で欠かせないものといったらやっぱりお疲れ生です。はい、あれはもう絶対に外せないと思うんですが、うん、松下さん、はい、ご自身にどんな時にお疲れ生ですって言ってあげたいななんて思いますか？あ、そうですね、仕事から帰ってきて、例えばこうちょっと、運動不足だななんて思った時とかに、本当だったらこうジムに行ったりとか、そういったことも、まあ、定期的にやりたいなと思いつつも、こう仕事の忙しさにかまけてちょっとサボり気味になってしまう時もあるんですけど、いや、これではダメだと思って仕事帰り、ちょっと疲れてたけど20分だけ外走ろうと思って走った時に自分にお疲れ生ですって言いたかったですね。それは言ってあげたいですね。はい、なんかこう自分で自分の背中を押していかないと、ああいうのってこうどんどんサボり気味になっちゃうんで。そうですよね。はい、そうなんですよ。これはもう吉根さんからも言ってあげたいですよね。お疲れ生です。 ありがとうございます。吉根さんからいただいたので、じゃあ松下さん、今日ね早くからお集まりくださった皆さんにお疲れ生です、はい、お願いします。皆さん本当にね、ちょっと雨降ってきてますけど、うん、足元悪い中来ていただいてお疲れ生です。ありがとうございます。